こんにちは、ブルーホースです。今日は会社の辞め時っていつなのっていうのを見極めるための、そんなお話をしていこうというふうに思います。で、まあ結構ね、僕自身、まあ人生相談とか、まあ社会人になるにあたってみたいなんで、学生さんからとかで相談が来るようになったんですよね。おかげさまでありがたいことに。で、そんな中で、やっぱり今働いている会社を辞めるべきなのかとか、それから辞めない方がいいのかっていうようなことをまあよく相談を受けるんですが、僕個人はまあキャリアの専門家でもないですし、転職エージェントでもないので、この会社行った方がいいよとか、あなた辞めた方がいいよっていうのはなかなか回答としてしづらいっていうところは正直あるんですよね。その一方で、相談が来るとどうしたもんかって悩んでしまうんですけれども、まあ一応転職経験はあるんですよね、一回ですけど、まあ、ただその経験が相談をくれる人にとって役に立つかどうかっていうと、まあ、あくまで一個人の経験なので、転用するっていうのは難しいんですよ。ただ、いろんなその相談が来る中で、よくよく話を聞いてると、大体まあみんなが同じような理由で転職を考えてるんじゃなかろうかっていうのは分かってきたので、そこに対するまあ一つの考え方としてこういうのはどうかっていうのを今日ご紹介していこうと思います。で、まあ、辞めたい理由っていうのをよく聞いてった時に、まあ、ギュッと圧縮して要約すると、こんな感じなんですよ。例えば、今の会社で働くのがつまらなくなったとか、それから一生懸命やっているつもりだけど、全然会社から評価されないとか、理不尽なことばっかり上司に押し付けられても窮屈で仕方ないと、もう嫌だと。かといって、他に会社に行っても同じことを繰り返すだけかもしれない。ただ、今の会社で、じゃあ、これがやりたいっていうものも特にあるわけじゃないんだよね。だから、働くべきなのか、どっか違うところに行くべきなのか、どうしたらいいかがわからないっていう、まあ結局こういうことなんですよ。で、漠然とした理由なんですよね、持っているっていうのが。だから、要約を見ると、具体的に、決定的にこれがダメと、もう上司の A が臭くてたまらんとかですね、仕事のノルマを一回も達成することができなくて辛いとかっていう、まあ、具体的な話があるとかってそういうわけじゃないんですよ。なんとなく会社が嫌だなとか仕事が面白くないなとかあの人が臭いなとかっていう理由で辞めたいんですよ。まあ、確かにその気持ちはめちゃくちゃわかるんですよね。僕ももうあいつ嫌だなとかこの仕事嫌だなって思う瞬間ってあるんですよ。ところがダラダラと仕事をして人生浪費するくらいだったらもうスパッと気持ちも頭も切り替えられるようによしこの会社で働き続けるぞとかよし転職を決めようとかよし独立してやれっていう風に何かしら基準があった方がいいのではないかなっていうのは思うところです。そこでキャリア形成に関わる仕事をしている方から発表している会社の辞め時っていうものがありますので今日はそれを紹介していこうと思っています。で、会社の辞め時条件ということなんですが大きくは5つですねあります。まず1つ目が社長や上司がクソ野郎っていうことですね。言葉が悪いですね。はい。で、あんな人になりたくないっていう人ばかりの職場だったとしたらあなたにとって今の会社っていうのは合ってないんですよ。例えば5年後10年後その上司みたいな仕事をしなくちゃいけないしその上司のような振る舞いをしなくちゃいけないんだろうなっていうことを考えたときにあんなやつみたいになりたくないっていうことであれば5年後10年後を考えたら辞めても後悔はないはずです。で、働く人の多くの場合仕事の内容とかではなくって誰と働くかっていうのが重要になってくるんですよね。だから上司との関係がうまくいかないとか憧れることができないっていうことであればもう次の道を検討した方が吉です。続いて2つ目に残業未払いなどの法律違反がある。もうやばいですよね。もうこの時点でアウトなんですけどもう労働者がほぼっていうのは法律に守られて叱るべきなんですよね。例えば今僕が働いている会社とか、まあ、一般的な企業なんかでいくと通常そのサブロック協定とかっていうので、まあ、あの月に36時間以上働かせちゃいけないみたいな年間で360時間以上かだから月に換算すると45時間以上働かせちゃいけないみたいなね残業時間だけでっていうのがあるんですけど例えば1歳未満とか小学生になるまでの未就学児がいる場合だったら月で24時間までしか働いちゃいけないとかっていうあの会社の規定とかを立ててるところもあったりとかするんですよね。だから我々っていうのは労働者っていうのは一般サラリーマンからするはっていうのは法律に守られて叱るべきっていうところなんですね。で、仕事っていうのは当然善意ではなくて一定の報酬のもと行われるべきなので最低限のルールも守ることができないような会社なのであればあなたの一度きりしかないたった80年から100年くらいの人生を費やすっていう必要もないんですよ。だからこういう場合もさっさと辞めて問題なしです。しかもそんな会社っていうのもいずれ潰れる可能性も高いですから逆にしがみついてたら一緒に痛い目見ますってドボンしちゃうよっていう話なのでさっさと抜けた方がいいと思います。それからやりたいことがあるっていうパターンですね。やりたいことがあるっていうのは正直珍しいケースだと思います。あなたこの会社で何したいのとか人生かけて何やりたいのっていうことを質問をぶつけた時に大抵パッと答えられる人っていうのはまあいないです。僕
コーチングやってても全然いないんで、それを掘り下げて見つけていくっていうこともやったりしてるんですけど、いないんですよ。で、もしそんな素敵な状況であったとするならば、そのやりたいことのために今の仕事なんて投げ捨ててしまったとしても問題はないんじゃないかっていうところですね。やりたいことがあるならさっさとそれやるために、いやもう移動してしまった方がいいです。それから4つ目に仕事に飽きが来ているっていうところですね。退屈って実は人って死に直結するんですよ。人っていうのは知らないこととか新しいことを挑戦したりとか、新しい知識を得たりとか、知らないことを知ったりっていうことで生きている実感を覚えたりとか、幸福度が高まったりとかっていう、まあ、心理学的なデータっていうのもあったりするんですよ。ところが同じ繰り返しをもう毎日毎日毎週毎週毎年毎年繰り返しているということであれば、変化の激しい時代にじゃあその仕事がもう通用しなくなりましたってなった時に、実力とかも技術も身につかないまま波に乗ることもできずに、時代波に飲まれてしまう、溺れてしまうっていうのがオチになるので、いろんなことにチャレンジができるっていう環境に移った方がいいです。まあ、毎年ね、仕事の内容が変わるってなったら、今度はそれを習得していくのが大変なんですけど、まあ、2、3年ごとにローテーションをするとか、それから新しい業務を覚えることができるっていう、そういう職場がいいんじゃないでしょうかね。僕の友人で役所に勤めている人がいるんですけど、まあ、3年から5年くらいで部署移動っていうのがあるんですよ。確かに新しいことを一から覚えていくのっていうのは大変なんですけど、まあ、役所の仕事ってどうなんですかね。新しいことを、新しい部署に行って新しいことをやるかっていうと、僕はちょっとわかんないんですけど、どうしてもやっぱり、なんか事務処理的なことばっかり頭に浮かぶんですが、まあ、そうじゃない、もう部署ごとにもう全然やることが違うで、新しい経験が積めるっていうことであれば、そういう職業を選択するっていうのもありなんじゃないかなと思います。それから5つ目に体を壊した、もうこれはさっさともう仕事を辞めなさいっていう話なんですが、言わずもがな健康であるが大事であるっていうことはもう間違いないです。で、会社っていうのはもう変えることができるんですけど、自分の体は他と特会が効かないですよね。で、会社っていうのは仮にあなたが今日この瞬間会社を辞めたとしても立て直すことっていうのはできるんですけど、あなたが潰れてしまってはあなた自身の人生を立て直すことっていうのはできないんですよ。さっきも言ったように80年とか100年とかしてがしかわずかない1回きりの人生に、体壊して病院に入院してっていう暇ってやっぱもったいないんですよ。特に若いうちなんかっていうのはもうだんだんね、70歳80歳って晩年になってきて体にガタが来てどうしても入院せざるを得ないっていうような状況だったとしたら仕方ないかと思うんですけれども、20代30代40代50代って若いうちに何かね、体にちょっと不調をきたして入院してるってもったいないじゃないですか。っていう風に体を壊したのであれば、もうさっさと違うところ行ってすっきりして、その以降を健康的に過ごせる環境を求めて移動した方がいいと思います。で、条件に当てはまらなかったら、今挙げたような5つの条件に当てはまらなかったらどうなのかっていうと、一旦保留して検討し直すっていうのもありです。ところがそれでもまあなんか1週間とか1ヶ月とかって同じ仕事を繰り返している中で心が晴れなかったりとか、仕事で得られる成果とか技術もないなっていうふうに判断するのであれば、やっぱり辞めるっていう選択肢を取るのが吉じゃないかなと思います。ただ会社も状況がコロコロ変わるんで、あるその今あなたが苦しいっていう一瞬だけを捉えて、会社がやだ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 ってなってしまうのも早とちりなんですよね。だから会社が変わる瞬間にあなたがやりたいなって思ってることとか嫌だったなってことが急にピタッて止まるっていうこともありますんで、その瞬間の見極めっていうのを逃さないっていうのも大事です。ね。ですから、まあ、一度きりの人生、怖いのは死ぬっていうことじゃなくて、退屈なことなんですよ。もう嫌なことなんですよ。で、だから、チャレンジ精神っていうのを持って幸せに生きていくっていうのが、まあ、今日のお話で最後伝えたかった部分になります。ということでね、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。